こんにちは、栄太郎です。現在、秋田県大館市に来ています。今回は、新しくなった大館駅と大館市役所周辺を散策する動画です。10月29日に JR 大館駅の新しい駅舎が開業したということで見に行ってきました。大館市役所には展望ロビーがあるということで、大館の景観を楽しめるのではないかと思います。この動画を見ると、大館市がどんな街かわかります。まずはじめに、大館駅の中を見ていきましょう。ちなみに僕は、青森県の景観を中心に投稿しています。ドライブルートも含めて独自の視点で投稿しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、暖かい。ちょうどいい。じゃあね。ラ・フランスか。きりたんぽ、あめこいち。7月、大館駅前に中堅8校の構造が建てられました。1940年。他に電気案内板がございます。エレベーター。展望ロビーも何も案内がないな。議会事務局としか書いてない。5階でございます。ドアが開きます。1階でございます。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。